水草をね、まず植栽する前に、スネールとかそういうのが入ってる可能性があるんで、こちらですね、水草その前にを突っ込みます。で、このバケツが10リットルなんで1袋大体10分間ですね、漬け込んで、きれいに水道水で流して、そこから植栽してまいりますね。はい、この状態で、ね、10分間放置します。
完成がね、まあ、こういう風になりました。まあ、気候先をね、主役に使っていこうかなと思って、それを主体にしたレイアウトなんですけど、まあ、サブタイトルとしては爽やかなジャングル、夏の爽やかなジャングルをイメージして作りました。で、あとはね、もう水草の状態とか水草のね育成をどうできるか、そこだと思うんですけど、一番怖いのが前傾草なんですよ。前ニューラジュパルグラスを、やった時ももう全滅しまして、今回はそれがないように頑張ってまいります。チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。では。